県立本庄高校で6月8日、高校2年生328人を対象に、企業人による講話座談会が行われました。地元企業を中心に10社から講師が駆けつけました。文系ですか理系ですかって言った時に分かんなくてもいいんだよ。でもなんとなく理系に行ってしまった、なんとなく文系に行ってしまった。広く社会や職業人とコンタクトを取り、そこで得た知見や問題知識をもとに自分自身の生き方を模索したり、進路決定につながったりする探求をしてほしいという思いで実施されました。被害分析を行います。開発が考えた愛称一緒に根本はコミュニケーション能力なので、人とうまく話せる能力があればどの企業でも絶対にやっていきます。以上、本庄経済新聞がお伝えしました。